船形町とは、千葉県安房郡に、かつて存在した町である。現在の館山市の北部に位置している。1889年の町村政施行に伴い、平郡船形村として編成される。1897年に、町政施行。1939年の山頂合併により、新設された館山市の一部となり廃止された。 1926年時点の船形町は、東に、名古町、西に、富浦村、北は山脈を隔てて、八つ村と境を接していた。当時、町には、船形、川名の二つの大技があり、船形はさらに二区に分けられた。 安保軍域の町村制施工事の町村1、北条町2、立山町3、豊津村4、西三崎村5、富崎村6、長尾村7、豊房村8、神戸村9、立野村10、九十村11、稲、津村、平郡21、薙原村、後名子町。 22、船形村23、八塚村24、富浦村25、岩井村26、勝山村27、安田村28、佐久間村29、へぐり村30、滝田村31、国府村、浅比奈四41、白浜村42、七浦村43、朝日村、野土倉町、44、健太村45、千歳村、 46、豊田村47、丸村48、北三原村49、南三原村50、和田村51、恵美村、長佐郡六61、太見村62、大仙村63、吉尾村64、雪村、後月村、65、田原村66、 鴨川町67、ソロ村68、西条村69、東条村70、天津村71、港村、後小港町、現在の行政区画赤、立山下も,も、鴨川市紫、南房総市大代,代巨南町717年、行基が、道山の南面に、魔害物を掘ったという伝承があり、人名天皇の時代に、自覚大支援人によって、 船形山大福寺が創建されたとされる。王庫この地域は、ただ両宗を岡本里に属していたという。川名村は、王庫中村から分かれたとされる。源氏元年、平岡道博の所領となった。慶応元年には、船形町麻五霊から、川名村にかけての土地に、陣屋が建設された。しかし、慶応四年、明治元年。 平岡道博は領地を返上して、船形藩は廃藩となった。大工商区制の下で、1873年に第1大区第5商区、1875年に再編が行われて第1大区第20商区となり、商区取扱所が船形村に置かれた。1878年、千葉県に軍区町村編成法が施行されると、 船形村、川名村は一つの連合となった。1889年、町村制の施行に伴い、船形村、川名村が合併して、船形村が成立した。大村であり著名でもある、船形村の名が採用された。1897年、調整を施行し船形町となる。1918年、木更津線安房勝山駅名古船形駅間が、 延伸開業。名古船形駅は船形町内に置かれた。翌1919 19年に名古船形駅安房北条駅間が延伸開業し、同時に路線名が北条線に改められた。1939年、立山北条町、名古町、船形町の3町が合併し、立山市を新設され、船形町は廃止された。 1888年に記された文豪取り調べ文書によれば、両村ともおおむね漁業を営んでいる。1926年の安保軍史によれば、町民の大半は漁業を制業とし、商業がこれに次ぐ。漁獲港は内湾沿岸町村中、第一位とされ、水産製造物もまた多い。主要な水産資源としては、カツオ、マグロ、サバ、アジ、 イワシなど。また、女性の副業として、男性骨用の先竹生産が挙げられている。大福寺。ありがとうございます。